ジャン君、文字通り昨日の今日です。ケージを一つ用意してですね、これから、まだ名前も知らない、4ヶ月の女の子を迎えに行ってきます。さあどんな子でしょうか。じゃらしで遊びましたか。じゃあちょっとよかった、ちょっとは少し進歩したかな。そしたらね、じゃあ一度こちらでも通知しますね。こんにちは。ちっちゃいね、やっぱり、うん、4ヶ月半ちっちゃいね、はい、あれラブシュー1ヶ月半の時期こんなちっちゃかった。もともと大きい子だったの。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございました。お世話になりまして。タコは大丈夫。はい、わかりました。すみません。チャコちゃんですね。顔ちっちゃいね。はい、大丈夫だね。うちの子たちには4ヶ月ちょっとでしたけど、4ヶ月ちょっとで、それより小さいけど、女の子だからっていうのもあるかな。はい、家にたどり着きました。チャコちゃん、ちょっとの間、ここが仮住まいですよ。ちょっとね、怖い思いをたくさんしたのでビビっちゃってると思うんですが、ここでゆっくり本当の性格に戻って、ちゃんとした里親さんに会えるようになろうね。綺麗な色だね。出ますよ。目がクリクリで可愛い。可愛いね。はい、はい、出るよ。はい、はい、はい。あ、映ってるかな。おとなしいお利口さんね。はい、じゃあ安全を期して一回閉めるね。はい。お利口さん、お目でまんまるだね。ただね。かわいい。ちっちゃいです。女の子なのでちっちゃいです。全然、シャアも言わないし。うん、いい子だね。お利口さん、固まっちゃったかな？ね。うん、わかったね。ちょっと来るまでに時間かかっちゃったしね。ただね、ちょっと開けてやった方が良くない？途中まで。なんか飛び出したっていう話なので、うん、それで自分で抜けられることを分かってもらえると。そっち方向だと出られないよ。こっちだよ。こっちだよ。これ全開まで持ってきてる。よいしょ。もうちょっとこっち来てください。捕まっちゃった。うん、ほっぺが。はい、出てね。うん、触ったね。大丈夫よ。どんどんなんか、あ、わかるね。はい、ね、坂でね。あ、かわいいですね。あとでご飯あげるからね、うん、一回じゃこれで締めようか。はい、締めましょう。投稿がいっぱい開いてますね。はい、じゃね。はい、消えま
ません。いいよ。はい、まるで盗撮のようですが、はじめまして、ちゃこちゃんです。ちょっと、4ヶ月ですね。女の子で、チャトラさんです。窓際なので、まあ今光が当たっている状態だからそんなに寒くないんですが、寒くなるといけないので毛布をかけておきました。そんなに問題ないですね。ちょっと体に触った時に小さな声でシャッって言ったのがまあ聞こえましたが、まあ怯えてはいますが、特に問題行動はないです。なんかね、病院で、飛び出して走り回っちゃったということで、さらにそれをなんかこう追い詰めるときにですね、ちょっとしくじっちゃったようでですね、それがちょっとトラウマになったと。でそこから、どういう状況になってるのかちょっと詳しくはわからないんですが、一旦うちの方でですね、普通の、まあ、人に慣れた猫の状態まで持っていければと思っています。大丈夫だね。なんか顔がねすごい可愛いですよ、この子。目クリンクリンですね。なんか漫画みたいな顔してる。もしもですね、人に慣れて例えば抱っこできるようなぐらいになったら、この子はすぐ里親さん見つかりそうですね。はい、ということでおやすみ。別々に寝てたね。一日にしてですね、あんずちゃんとしおんくんはこれはもう仲良くなったと言ってもいいんじゃないかな。母親だしね、あんずちゃんね。よかったね、あんずちゃん。はい、目細めてくれました。はい、ありがとう。